はいの、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルということで、今回は序盤戦評価1。 1.1という数字の意味と。あいうことで、なんかね、えー、陰謀論というかですけどね、1.1という数字には、みたいな、なんかね、えー、なんかね、都市伝説系な感じもしますけども、ただ1.1という数字は僕はね、えー、前向きな、ね、数字になっていくんじゃないかという話でございまして、まあ、序盤戦評価、準備は9節終えた時点での、まあ、評価というか、まあ、えーね、素人目の話にはね、なってきますけどもね、そんな僕でよかったら、えー、どうか最後までよろしくお願いいたしますと。 いうところで、まずこちら。 ってところで順位表から見ていきましょうかね、現在、ジビロが9節終えた時点では14位というところですね、まあ、昇格組で、昨年、えー、ジビロはまあ自動昇格を決めたクラブの一つにはなりますで、3勝1勝5敗なんで、まあ、基本的にはこう白黒はっきりつけるクラブというところで、まあ、13得点、13失点というところ、まあ、ジャーメイン量が占める割合は得点は相当大きいですけどもね、まあ、誰かにこう依存しないサッカーは理想 かもしれませんがただ一方でまあ誰かに依存できるこの選手に任せておけばみたいなえねサッカーができるのは一つ僕は強みじゃないかっていうのがあってどうしてもやっぱね本当にこう落ちてしまうクラブとかを見ていくと誰に依存すればいいんだ誰に頼ればいいんだみたいなクラブは正直ねまあ毎年いる中で。 まあジビルに関してはそういうジャーメイン寮中、まあ、少なくとも今は、ね、まだまあこれから、ね、研究されて、ね、得点ベースが落ちる可能性はありますが、しかしか少なくともこうジャーメイン量で取った勝ち点は相当大きいと思いますので、まあ、ジャーメイン量の活躍を、えー、まずは期待しつつもその間に誰か、ねまあ、新しい誰かが出てくればいいのかなという感じもしておりますけどもね。でこちら ってところで持ちょ数字で見ていこうというところになってきますこれが9節終えた時点でのジビロの数字にはなっていくんですけどもまあチャンス構築率は6位中なかなかにいい数字ですよねまあ6位しっかり自分たちでチャンスを 作るるこことととがでででききてていいチチーームムうところのの評価にははななっますす絶対型んけどもねただ、相手にボール持たせておいて、でも自分たちでもチャンス作るみたいな、そこのチームコンセプトはしっかりできてる。まあ、みんながみんな同じ方向を向いているのかなというところにはなってきますし、でどうしてもジュビロって、ね、昨年の補強禁止っていうのがあった影響で、ベースは2022年の J1、えー、落ちた年のメンバーですよね。ベースはそこに なっていてい、まあ、新加入メンバーでいうと、ね、石田選手、平川選手とか、えー、まあ外国人選手がいるっちゃいるけれどもただ多くのメンバーはやっぱり、ね、22年に落ちたメンバーが今のところは中心でもよくやってるなというところそれから横内監督の采配とか、まあ、ジャーメイン選手の覚醒とかいろんな前向きな要素はあるんですけども、まあ、本当、ね、もちろんさっき言った新加入選手はいるでもやっぱりその、ね、ベースは多くが22年のメンバーの中でも、ね、今 J1 で十分やる ていいるるというととうこころを考えるとまあ、これは一つ監督の、えー、手腕とか、昨年 J2 でねまあえー、補強禁止だったがゆえに1年間同じメンバーまあ23年ほぼ同じメンバーでやってるっちいうことも考えられますけれどもだからこそのまあお互いのこうまあ、えー、なんていうか信頼関係じゃないけどまあ、連携面での誠実とか含めたところでねいい結果になっているんじゃないかというとこですね。 ってところで、えー、ジュビロ序盤戦評価に関しては、まあ、B 評価にはしています。まあ、うんね、順位的にはだから14位なんで、上の方ではないけども、ただ、やっぱよくやってるよねっていうのがどうしてもありますんで、まあ、B 評価でしょうかね。まあ、ジュビロっていう戦力考えたら B 評価になるでしょうし、例えばこれがね、浦和の14位とかだったら、もうね、D 評価とかにはなんですけども、チーム事情、まあ、昇格組であるとか、いろんなところ考えれば B 評価ぐらいでもいいのか もしれませんで、うん え意外だった平川ウィング企業って、まあ最初トップしたとかボランチとか言われてましたけども、蓋を開けてみれば、ちょっとキャンプの最後の方にそういう噂はね、出回ってはいたんですけども、まあウィング企業というところで、まあそこで起点作ってみたいなところもあるんで、まあ、平川のウィング企業ちょっと今後また注目してね、どんな進化をたどるかどうかといったところでしょう。で、やっぱハイライトは現在川崎戦ですかね。あのね、まあ5対4、4対5で勝ったゲームで、なんとなくね、ああいう展開って川崎が勝ちきるみたいな展開。しかも トドキ劇場と言われる、よくえ後半、最後の方にゲームが動く、ね、等々劇場と言われている中でね、逆にね、勝ち切る、そこはさすがね、横内監督だなっていう感じもしました。まあ、あくまで現在は、一番良かったのは、ジュビル・岩田戦ですよね。まあ、5点取った次の試合、確かねレイソル戦かな、えー、無得点で終わったのは、なんかね、J リーグ、サッカーあるあるかなっていう感じもします。大量得点が入ったね。 次の試合は意外と無得点で終わるみたいなのが、ね、あるあるにはなってきますけどもまあ、あの川崎戦でも少しね自分たちが J1 でやっていくっていう中で1つ自信になったんじゃないかという試合ですよね。で、ジャーメイン領現在9試合9ゴール4ね覚醒中にはなってきます、まあ毎試合点取ってるというよりもまあ、2試合に1点ペースで点取ってるイメージですから、ね、一応9試合9点なんで平均はね1.1には。 なりますが、じゃあ、取った試合が何点、あ何試合あるかとかで考えていくと、毎試合1点取るっていうよりも、まあ、一旦ネ、ね、ジュビロ戦、あ,あれか、フロンターレ戦か、フロンターレ戦の爆発があって、で、その後コンスタントに取ってるみたいな感じなんで、だいたいまあ2試合に1点ぐらい取ってるペースですかね、なんか偶数か奇数かなんかね、えー、の説の時にジャーミンが点取るみたいななんか話も。 えー、ありましたけれども、まあ、そういういことでジャーミンもコンスタントに点取っていますんでちょっとコンスタントコンンスタト点取っているかというところでフロンターレスの4得点が、ねえー、強烈でございましたけれども本当ストライカーとしては、ね、やっぱフォワードは最低1試合1点取ってくれたら一番いいんでしょうけれどもただまあ2試合に1点取ったとしても、ね、年間平均では17、8点取るみたいな計算にはなりますので、まあえー、ジャーミンはほぼ2試合に1回はね 点取っておりますんでねそういうところで、まあ、えー、ジャーメイの覚醒というところは今後、鍵になってくるでしょうし、でそう、言ってませんでしたね、左出しているのは、そうそうそう、えー、今年の基本的なメンバーで、全員名前は出しておりません、そう、これ言ってなかったな、えー、全員名前は出しておりませんし、で、最近、ツートップですよね、ジャーメイとペイショットのツートップではあるんですけども、一応ね、序盤戦は4 5 1が多くてで、で、えー、一応、一番使ってるフォーメーション、スタート時で言うと、4 5 1が一番多いというリ味一応、4 5 1システムには、えー、しておりますね。で最近 ツートップでやってるうちうの一応ね、えー、把握したい。これちょっと言っておかないとね、えー、あといや、ツートップだぞ、うちはってね、怒られそうなんでね、えー、ちょっと遅いですけどもね、えー、一応話しておこうというところですね。だからまあ、リーグ戦の主なメンバープラスルヴァンとかで出たメンバーでいうとこんな感じかな、もしかしたら出ていない選手とか、その選手そこで今年は使われておらんよみたいな選手がね、いるかもしれませんけども、一応一応、一応ですけどもね、こんな感じの、えー、配置というところにはなってきますね。で、 そうで平均価値で1.1の持つ意味って書いてますこれ1.1って最初言った1.1のところには。 なってきますけども、まあ、平均価値年でじゃあ何本あれば残留できるかっていうところでね、えー、よく言われてるのが平均価値年1.0あればまあ残留することができるっていう、えー、ところ、まあ例年のね、ボーダーラインでいうと大体平均価値が1.0あればまあ残留できるっていう指標にはね、えー、なってきます。まあ優勝には2.0以上とかね、言われますけども、だからジュビロのペースとしては全然残留ペースでね、ここまで来ております。まずジュビロからしたら残留というのが一つ目標になっていく中で、 多分ジュビロの中でもね残留が一つ目標というのは、チーム内でも共有されていると思いますし、僕も現実的にはまあ残留が一つ目標にはなってくると思います。で、その中で、その残留に向けて、じゃあ、勝ち点何歩取ればいいかという話で言うと、平均価値1.1なんで、まあ、残留できるペースで勝ち点を重ねているというところで、評価は高いというところなんで、まあ、平均価値1.1の持つ意味というのは、ジュビロはこのままのペースでいけばまあ残留できるという数字にはなる。要はは目標標達成の1つのつ指標現在はまあ達成

てているという状況にはなってきまますんで、まあ、この数字自体が目標達成のために必要な数字って考えればもう本当非常にいい数字を、えー、今持っているというところでしょうかね。でそう、えー、今後はだからジャーミンとペーショット、ツートップですねまあ、タイプ違いますもんね。やっぱりペーショットはね空中戦強いですよね。本当ペーショットを、ね、空中戦めちゃくちゃ強いですよね。競り勝ってくれるみたいなところはありますんでこのペーショットが落としたとジャーミンが飛び込んでくるみたいな、まあ、そういうツー、まあ、トップの相性としてお互いね良さが違っていい。いうかね高さ 売りの選手が並んだらね、ねじゃあ誰がそのね後のボール拾うんだとかね、えー、誰が拾って前進するのとかありますけども、やっぱスピードとかね推進力があるジャーメインと、まあジャーメインは高さがないっていうかこう、こ競り合いに弱いわけではないと思うんですけどもね、ただまあそこでね、ねそのジャーメインの相方がペイショットというのは、お互いの良さは今後引き出し合えるんじゃないかといったところでね、ねこのツートンの成熟、プラスあと外国人ですね、まだまだ、えーね、出番が少ない外国人選手もいますんで、今年はブラジル人がどんだけね、ジュビルは。 活躍するかというところも鍵になってくると思いますんで、さあ、今後どうなるかといったところでございましょうかね。はい。というところでです。以上、パルブンテージェルサッカーチャンネルでございました。よかったです。